2023年、ありがとう。目黒蓮くんお仕事振り返り。2023年に出会ってくださった皆さん。私と一緒の時間を過ごしてくださった皆さん。本当にありがとうございました。今年は事務所にとって辛いこと悲しいことが起こりましたが、変わらずにいてくれるタレントの皆さんには、感謝と感動の毎日です。アスタリスク。スノタンになって3年目に入りました。アスタリスク。今年もたくさん頑張ってくれて、たくさん応援させてくれて、本当にありがとう。幸せでした、アスタリスク。カウコンで始まった、2023年。やっぱりアイドルって、ジャニーズって最高って感じる瞬間。今年は柏木くんとも過ごしました。私は役的にものすごく好きな人です。目黒蓮くんの俳優としての存在感は朝ドラでも大きく示したと思います。こんな可愛いメメにも会えました。来年早々に三択あるのはまた木村くんとの絡みが楽しみ。X ブラッシュでのメメラウの活躍。世界にモデルとしての存在感を示した大きなお仕事だったと思います。